どうも、ウクレレ奏者の鈴木智樹です。さあ、本日はですね、いつものスタジオを飛び出して外に来ております。さあ、今回ですね、僕が来たのは大阪岸和田なんですけれども、なんで僕はここに来たか分かりますか？実はですね、今日はとある理由があって、僕の原点の場所に行ってみようかなと思って来てみたんですね。それでは僕の原点の場所行ってみましょうか。レッツラーゴー。南海岸和田駅を降りたらですね、目の前にある岸和田駅前通り商店街を歩いて5分ぐらいでその場所には着くんですね。僕もそこに行くのは1年ぶりぐらいちゃうかなと思うんですけど、ちょっとドキドキします。それではもうすぐ着きますよ。さあ、岸和田駅前通り商店街をですね、あれだけ右に筋を曲がります。そしたらもうすぐそこなんですね。おやおや、猫ちゃん、君も今から同じ場所に行くのかい？あ、そうこうしてる間に見えてきましたよ。はい、というわけで到着しました。ここが僕の原点の場所、ウクレレショップお花さんです。もうウクレレが見えてます。それでは行ってみましょうか。見て見て見て、ちゃんとコロナ対策もバッチリです。いいね。こんにちは。あ、こんにちは。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。久しぶりですね。久しぶりですね。皆さん、ウクレレショップお花のオーナー馬野さんです。こんにちは。実は僕の原点の場所っていうのはこのウクレレショップお花さんなんですね。見てください、このいっぱいのウクレレ。いや、相変わらずすごい数ですね。今でも実はですね、コロナで自粛になってるじゃないですか。はいはいはい。それでお家でウクレレを始めようっていう方が本当にありがたいことに、すごい今少ない状態なので。じゃあ今ウクレレのブームが来てるって感じですか？あ、はい、また来てますね。馬野さん、こんなにね、はい、いっぱいウクレレあるじゃないですか、はい、おすすめのウクレレとかってあるんですか？いや、もう本当に、はい、全部おすすめはおすすめなんですけど、はいはい、とにかく、うん、ご自身が気に入ったものをお選びになるといいと思うんです、はい、外観から入るもよし、はい、音が好きなのもよし、でもしくは作家さんっていうのもよし、誰々さんが使ってるからその人同じメーカーのやつが欲しいとか、はいはい、だからとにかく高くても安くてもその方が気に入ってしまえば一番いいと思います。じゃあやっぱりこのウクレレがおすすめとかではなくて、人それぞれに そうですあったウクレレがあって、はい、みたいな感じですよね。もう10人いたら10人に合うウクレレがあるはずなんです、はい、ああ、なるほど。まあでもこれだけウクレレがあるんで絶対合うやつありそうですね。いや、そうなると嬉しいですね。けれど本当にともきくん、はい、昔お店に来ていただいて、そう、まあ、今回ね、僕がこう原点の場所がこのお花さんって言ったんですけど、なんで原点かっていうと、僕が初めて買ったウクレレがなんとここのウクレレなんですよね。 ありがたき幸せ。いえ、こちらこそありがたき幸せ。だってあれって何年前ですか？もういや、もうだいぶ前ですよね。ウクレレ始めたのが7年前。ちょうど7年前。7年前です。成長しましたね。え、身長は伸びて、はい、いやでもね、本当あの時はもうほんまに何のウクレレを買ったらいいんかわからんまま来て、一本一本めっちゃ長いこと弾いてましたよね、はい、でも本当にその頃から全然変わってないですよね。あ、ほんまですか？はい、あの性格っていうか人間っていうかそのこのまんま。あ、ほんまですかね。そうなんですかね、はい、いやでもいい意味で変わってないです。あ、ほんまですか、はいはい、いやだから本当ね、7年前ここでウクレレに出会ったのが僕の原点。いや、本当ありがとうございます。ありがとうございます。今やとすごいご活躍のアーティストさんになってしまって。いや、まだまだです。もうこっからね、もうちょっと行きたいんですかね。はい、頑張らないといけないところです。馬さん、まあこういう話もいいんですけど、はい、そろそろあちらの方ご用意いただけますか？了解いたしました。少々お待ちください。はい、楽しみですね。お、
ついに来ましたよ。ここです。うわー、じゃじゃじゃ、来た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 。なんとですね、今回私のシグネチャーモデルのウクレレができることになりました。では開けていいですか。オープン。うわー、見てー。はい、なんとですね、今回僕のメインのウクレレで使っているムーさんっていうウクレレがあるんですけども、それとほぼ同じ材質を使ってですね、なんとウクレレが完成したんです。いや、めっちゃ綺麗ですね。 ありがとうございます。めっちゃかっこいい。綺麗、すごい。持っていいですか。うわー、見て、すごない。あ、でもやっぱりなんかこの僕のムーさんとまた表情が違いますね。そうですね、やっぱりその天然素材のいいところっていうのは、うん、全く同じものっていうのは本当にないというね。え、なんか僕こっちすごいはっきりしてて好きです。ありがとうございます。めっちゃいい。今回ですね、はい、なんと清廉弦楽器工房の高橋真嗣さんがですね、もう本当に特別に鈴木智樹くんシグネチャーっていうことで、はい、作ってくださいまして、かなり似た音になっております。すごい。ちょっと一回弾いてみてもいいですか。弾いてみてください。はい、この今材料ってなかなか手に入らないんじゃないですか。このシンカーって言って、これはもうずっと湖とかそういうところに沈んでる木だったんですけど、そういう木とかのサルベージっていうか引き上げたりとかするやつも、はい、今後入手が難しいみたいなんですね。へえ、そうなんですね。なおかつサイドバックのアフリカンブラックウッドっていうのが、はい、もう最近ものすごい貴重になってきてですね、もしかしたらそのシグネチャーモデルがこれで最後になるかもしれませんし、はい、年間1本とか2本とかできるかもしれないですし、今後の入荷が未定ということでですね。なるほど、じゃあそれだけ貴重なウクレレということで、はい、じゃあちょっと皆さん多分気になるとこは値段のとこも気になってくると思うんですけども、はい、これっておいくらなんですか。お値段がですね、はい、なんと41万円のプラス消費税なんですね。なかなかこうパッと聞いたら高いって感じはしますけども、はい、でもやっぱりそれだけ貴重なウクレレということで。そうですね、実際僕はもうちょっと高いとは思ってたんですけど、うん、そうなんですね。だけど本当に真嗣さん頑張ってくれました。わあ、いや、こんな素晴らしいウクレレを作ってくれて真嗣さん、ありがとうございます。はい、ではですね、なんと今回この私のシグネチャーモデルということで、中に貼るラベルにサインをさせていただくことになりました。ではサインをしていきましょう。はぁ、緊張する。
ではサインしていきますよ。では行きます。緊張する。今までで一番綺麗なサインを。初めて。よいしょ。うん、いいんじゃない。これが今回のシグネチャーモデルの特別のサインが入ったラベルです。はい、ということで本日はですね、岸和田のウクレレショップお花さんにお邪魔しました。今日本当に楽しい時間でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。でですね、今回このシグネチャーモデルを販売する上でいくつか注意点がございます。まずこのウクレレは先ほども言ったように非常に貴重なウクレレなので、ちょっと今後の販売予定であったりとか制作本数は未定なんですよね。はい、なので、そちらの点だけご了承ください。そしてですね、今回今はですねこのウクレレにセイレンさんの標準弦オルカスの弦を貼っているんですけれども、僕の使用弦をこのウクレレに貼りたい場合はピッチが変わってしまう場合があるんで調節が必要になってきます。その調節も、お願いしたい場合は予約時に調整をしてほしいという旨を、書いてください。そして先ほどね、中にラベルサインさせていただいたんですが、その中のラベルだけの販売は不可能となっていますのでご了承ください。で、一番気になるのはこの販売方法だと思うんですけども、今回は抽選で、はい、行わせていただきます。この動画の概要欄にクレーショップお花さんのですねホームページを貼っております。で、そのホームページ内にある特設ページに皆さんぜひ行ってください。で、そちらで抽選の受付が可能です。受付期間が終わったらですね、そこで私が今回平等にくじ引きで選ばせていただきます。そのくじ引きの様子はですね SNS なんかでリアルタイムで発信しても面白いなって思っておりますので、はい、ぜひぜひ楽しみにしていてください。そして当選後のキャンセルはできなくなっていますのでお気を付けください。いや、本当に今日はありがとうございました。こちらこそです。本当に皆さんもね、ぜひあのウクレレ本当にたくさんここのお店にはあるんで、あのぜひ僕の原点の場所に足を運んでみてください。で、またこのお花さんの休業日等はですねホームページに書いておりますので、ぜひぜひ概要欄のホームページよりご確認ください。この動画を楽しんでくださった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また私は SNS 等もやってますし、またお花さんのインスタグラム、またフェイスブックページもありますので、そちらも概要欄よりぜひご確認ください。では熊野さん、本日は本当にありがとうございました。本当こちらこそありがとうございます。ではまた遊びに来ます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。では、バイバイ。